10月はナンバーアンダーラインアイが誕生した記念の月です。グループ結成1周年を迎えるこのタイミングでメンバーたちが大きな発表をすることが期待されています。ナンバーアンダーラインアイが10月に仕掛ける凄まじい企画とは2024年はナンバーアンダーラインアイにとって特別な年です。平野翔岩ガンユータ、 神宮寺ゆ太たの3人が新たな挑戦に踏み出し、ファンとの絆を一層強めるための多くの計画が進行中です。国内外ツアー、フルアルバム、そして巨額の CM 契約といったビッグニュースが次々と発表され、ファンの心を揺さぶります。この記事では、ナンバーアンダーライン I の今後の計画とファンが彼らを応援するために大切にすべき、 ポイントについて掘り下げていきます。10月はナンバーアンダーラインイにとって特別な月です。なぜなら彼らが結成された月であり、今年でちょうど1周年を迎えるからです。ファンの間では全国ツアーやフルアルバムの発表が期待されています。特に岸くんがトベに合流したのが昨年の10月15日であり、 その記念すべき日が再び何か大きな発表の舞台となる可能性が高いです。ファンの中で最も期待されているのが全国ツアーです。多くのファンがライブに参加したいと熱望しており、特に地方ファンは地元での公演を切に願っています。全国ツアーはナンバーアンダーラインアイが直接ファンと触れ合う貴重な機会です。彼らのパフォーマンスは スクリーン越しに見るのとは全く異なる感動を与えます。例えば、北海道に住むファンは札幌ドームに来てほしいと強く望んでいます。アリーナツアーでは参加人数が限られるため、より大きな会場での公演を希望する声が多いです。地方ファンにとって、地元での公演は彼らを直接応援する絶好のチャンスであり、その一瞬一瞬を大切に思っています。 フルアルバムのリリースも期待されています。ナンバーアンダーライン愛の音楽は彼らの思いとストーリーが詰まっており、新しいアルバムはその集大成となります。アルバムを通じて彼らの成長や新たな挑戦を感じることができ、ファンにとっては大きな喜びとなるでしょう。あるファンはアルバムを引っさげての全国ツアーなら最高と語り、 アルバムリリースとツアーの両方を心待ちにしています。彼らの新しい楽曲がライブで披露されることを想像するだけでワクワクが止まりません。今年10月は n o ーアンダーライン I が結成1周年を迎える特別な月です。彼らのファンはこの記念日を特別なイベントで祝うことを期待しています。結成1周年はこれまでの道のりを振り返り、 未来に向けた新たなスタートを切る重要な時期です。10月はナンバーアンダーライン愛結成の記念の月ですから、何かイベントがあると思って楽しみにしています。とあるファンが語るように、ファンは彼らの活動を通じて幸せを感じています。彼らの言葉や行動を信じて応援することが、ファンにとっての日々の喜びとなっています。ナンバーアンダーライン愛の魅力は、 単なるパフォーマンスだけでなく、ファンとの深い絆にもあります。彼らの活動を通じて、多くのファンが感動し、勇気をもらっています。ファンは彼らの一瞬一瞬を大切にし、その瞬間を共有することで、より深い絆を感じています。彼らの歌、ダンスをはじめ、パフォーマンスに感動し、応援し続けたいとあるファンが語るように、 ナンバーアンダーラインアイの活動はファンにとってかけがえのないものです。彼らの一瞬一瞬の輝きを見守り、その成長を共に喜ぶことがファンにとっての大きな喜びです。2024年はナンバーアンダーラインアイが新たなステージに向かう年です。彼らの挑戦を応援することでファンもまた新たな喜びを見つけることができます。 彼らの未来を共に歩むことがファンにとっての大きな意味を持ちます。彼らの夢は私の夢というファンの言葉のように、ナンバーアンダーライン愛の目指す未来はファンにとっても大切なものです。彼らの夢を応援し続けることがファンにとっての喜びであり、その瞬間瞬間を共に過ごすことが大きな意味を持ちます。ナンバーアンダーライン愛の未来は彼ら自身だけでなく、 ファンの応援によっても輝きます。彼らの挑戦を見守り、応援することで、共に成長し、喜びを分かち合うことができるのです。あなたにとって、ナンバーアンダーライン愛の一番の魅力は何ですか彼らの未来をどのように応援していきたいですかファンの声と共に、ナンバーアンダーライン愛の未来を共に描いていきましょう。 彼らの新たな挑戦を応援し続けることで私たちもまた新たな喜びを見つけることができるのです。タナステージに向かう年です。彼らの挑戦を応援することでファンもまた新たな喜びを見つけることができます。彼らの未来を共に歩むことがファンにとっての大きな意味を持ちます。彼らの夢は私の夢というファンの言葉のように ナンバーアンダーライン愛の目指す未来はファンにとっても大切なものです。彼らの夢を応援し続けることがファンにとっての喜びであり、その瞬間瞬間を共に過ごすことが大きな意味を持ちます。ナンバーアンダーライン愛の未来は彼ら自身だけでなくファンの応援によっても輝きます。彼らの挑戦を見守り、応援することで共に成長し、 喜びを分かち合うことができるのです。ファンの声と共に、ナンバーアンダーライン愛の未来を共に描いていきましょう。彼らの新たな挑戦を応援し続けることで、私たちもまた新たな喜びを見つけることができるのです。平野、神宮寺、騎士の三人が、それぞれ思い描いている目標に向かって、躊躇なく進んでいく姿に、 ファンは大きな喜びと希望を感じているようです。彼らの言葉や行動を信じ、これからも応援し続けたいという強い思いを抱いている人が多いようです。一方で、ナンバーアンダーライン愛のファンの中には、彼らの活躍を見守る中で、寂しさを感じる人もいるそうです。彼らの歌やダンス、パフォーマンスに感動し、 その輝かしい姿を心から応援したいという思いが、時に寂しさを生み出しているのかもしれません。しかし、それは彼らの活躍の場が広がっていく中で、自然と生まれる感情なのかもしれません。ファンの皆さんは、ナンバーアンダーライン I の今後の活躍に大きな期待を寄せているようです。全国ツアーの開催やアルバムの発売など、グループとしての飛躍が期待されています。 同時に、個々のメンバーの活動にも注目が集まっています。これからも、彼らが自由に夢を追い、楽しく活動できるよう、ファンは心から応援し続けていくことでしょう。10月に向けて、ナンバーアンダーライン愛の動向にますます注目が集まっています。一体どのようなサプライズが待っているのか、ファンの想像を超える発表があるかもしれません。 そして、それに応える形で、メンバー3人が、自身の思いを込めた素晴らしいパフォーマンスを披露してくれることでしょう。今後のナンバーアンダーライン愛の活躍に期待が高まる中、ファンの皆さんは、メンバーたちの言葉や行動を信じ、彼らをしっかりと応援し続けていくことでしょう。それが、メンバー自身の喜びにもつながり、ファンにとっても幸せな時間を過ごすことができるはずです。 10月に向けて、きっとナンバーアンダーライン愛からは、ファンを待ち遠しがらせるような素晴らしいサプライズが発表されるはずです。